丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。こんにちは。今月は平行陣に浮いてきたボールの練習をします。よろしくお願いします。はい、いきます。こう強く打って、ネットにかけてミスするっていうのがもったいないんで、まず足元にゆっくりつくことを優先すればもう一回浮いてくるんで、そのための練習をしていきましょう。そしたら足元に打った次の展開ですね。1本目足元に打ったら詰めるので、まずネットと近いんで、まずラケットを上げましょう、ね、近いですから。そして重心を下げて打てるようにしましょう。そこがポイントですね。はい、それではやってみますね。あげよう。ナイス。ナイス。いかがだったでしょうか。無理なく効率よくポイントを決めていきましょう。よろしくお願いします。